皆様にご案内申し上げます。グランドフィナーレの開会にあたり、陸上レーン上で公式フォトセッションを行います。パラアスリートスペシャルエキシビションは公式フォトセッション終了次第、丸の内中央広場のメインコートで実施いたしますので、皆様どうぞメインコートまでお集まりください。皆さんすいません、そのままステージの方を向いてお待ちください。お願いします。お待ちください。こんないいカメラ持ってないんだ。
日間にわたってお届けいたしましたノーリミットスペシャル2018東京丸の内、いよいよ最後のステージプログラムはグランドフィナーレとなりました。改めまして司会を務めさせていただきます、草谷こと松木康太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではこれ席の皆様をご紹介いたします。まずはじめに主催者である東京都知事小池百合子続きましてご講演をいただいております公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会会長鳥原光則様千代田区長石川雅美様ご協力をいただいております公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長山本隆様東京都議会を代表しまして議長尾崎大輔様副議長長橋圭一様オリンピック・パラリンピックおよびラグビーワールドカップ推進対策特別委員会委員長小山邦彦様続きまして今年の平昌パラリンピックで大活躍されたパラリンピアンの皆様をご紹介いたします。アルペンスキー滑降で銀メダルを獲得した森井大輝選手、アルペンスキー大回転、滑降、回転、スーパー大回転、スーパー複合で金メダルを含む5つのメダルを獲得した村岡桃佳選手、ノルディックスキー、距離スキー、10キロクラシカルと 1.5 キロスプリントクラシカルで金メダルと銀メダルを獲得した新田義弘選手、スノーボードバンクドスラローム、スノーボードクロスで金メダルと銅メダルを獲得した成田グリム選手、続きましてパラアスリートの皆さんをご紹介いたします。ゴールボールロンドンパラリンピック金メダリスト足立明子選手、同じくロンドンパラリンピック金メダリスト中島茜選手、同じくアテネパラリンピック銅メダリスト北京パラリンピック女子日本代表加藤恵美子さん、同じく2006年ヘスピッククアラルンプール大会銅メダリスト竹越徹選手、同じく2002年ヘスピック釜山大会銅メダリスト2003年 IBSA 世界選手権出場越川正信選手、同じく日本選手権予選大会出場木内清春選手、陸上競技リオパラリンピック 4×100m リレー銅メダリスト佐藤圭太選手、ロンドン大会 4×100m リレー銅メダリスト池田幹雄選手、パワーリフティングアテネパラリンピック出場ロンドンパラリンピック75キロ級7位宇治郎はじめ選手以上これ席の皆様をご紹介いたしました。それではまずはじめに主催者である東京都知事小池百合子より皆様にご挨拶申し上げます。皆様こんにちは、東京都知事小池百合子でございます。ノーリミッツスペシャル2018東京丸の内のグランドフィナーレとなりました。
昨日もこちらの方で広げましたところ、2万3000人の方々ご参加いただきました。そして今日はまたこの天気も手伝って、さらに多くの方々がご参加いただいていることになるでありましょう。2020年パラリンピックまであと842日となりました。私は以前からパラリンピックの成功なくして東京大会の成功はない、このように申し上げてまいりました。そしてこのパラリンピックを盛り上げていただくためにも、アスリートの皆さんに頑張っていただくのはもちろんでありますけれども、都民の皆さんがパラリンピックに興味を持っていただいて、どんな競技があるんだろう、知っていただいて、試していただいて、好きになっていただいて、応援していただく、今日は昨日と今日と合わせて多摩でも行っています、島でも行っています、このノーリミッツチャレンジを通して、ぜひともパラスポーツに皆さんもご参加いただきたい、興味を持っていただきたい、楽しんでいただきたい、そういう催し物でございます。私もこれまで全22競技があるんですけれども、そのうち11、自分で試したり楽しんだり応援したりやってまいりましたが、今日はこのあとあとプラス3種目に挑戦することといたしております。折り返し地点からさらに3つ増えるということになって、1つずつスタンプを押すということで、自分自身も楽しみにしております。今日は何よりも先の平昌パラリンピックで活躍されましたメダリストの皆さんお越しいただいております。森井選手、村岡選手、森岡さん重たいでしょ、メダルいっぱいねえ5つ、はい、獲得してくれました。新田選手に成田選手、成田選手は今度夏も挑戦するのかな、すごいですね。そうやってまさしくノーリミッツなんですよ、ノーリミッツ、無限なんです。このパワーをどんどん生かしていく、そしてこの東京を誰にとっても暮らしやすい、そして動きやすい、そんな街にしていく、いいチャンスではないですか。どうぞこのノーリミッツスペシャル最後までお楽しみいただいて、そして2020年のパラリンピック大会大成功させて いきましょう。ここでちょっと閉じるとダメね、もう一回いきます2020年のパラリンピックみんなの力で大成功といたしましょう。よろしくお願いいたします。本日ありがとうございます。皆様方ご協力誠にありがとうございます。失礼しましたね、これで一時より皆様へのご挨拶でございました。さあ、それではここからはパラスピーの皆様によるスペシャルエキシビションを、ね、皆様にはご覧いただきますが、その前に本日は今年の韓国で行われましたピョンチャン2018パラリンピック競技大会で大活躍されましたメダリストの皆さんがね、パラスポーツ界を盛り上げようと、応援に駆けつけてくださいましたから、せっかくですから、ね、メダリストの皆さんにも、ね、現地での様子などいろいろ伺っていきたいと思います、はい、それでは森井選手、村岡選手、新田選手、成田選手、どうぞコートの前方までお願いいたします。そして他の皆様は後方の方に席の方をご用意しておりますので、どうぞそちらの方へご移動いただければと思います。はい、さあそれではね、本当皆さんメダルおめでとうございます。ありがとうございました。森井選手から伺っていきたいんですが、はい、アルペンスキー箱で銀メダルを見事獲得しましたが、はい、ゴールした瞬間まだきっと覚えてますよね、どんな感じでした。そうですね、僕ですね、スタート順が早くてですね、チェアスキーの2番目スタートだったんですよね。でゴールをした後はですね、何を思っていたかというとですね、他の選手全員転ばないかななんて思っていたんですけど、ただ素敵な、はい、いいですね、大好き、こういう瞬間そんな思いで、はい、ずっと他の選手の滑りを見守っていました。どうですか。そうですね。もう次はもう金メダル。そうですね。はい、次はですね、まあ、2022年北京なんですけれども、まあ、年齢もだいぶしまうんですが、でもですね、しっかり道具、また体もですね、しっかり鍛え直して、はい、この色ではないメダルを狙って頑張りたいと思います。頑張っていただきたいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。
日本代表 の、 あの選手団の歴史としてさらには見事大回転、滑降、回転をはじめ5種目で金、銀、銅メダルを獲得したんです。すごいです ね、 ね、さっきあの小池知事も心配してましたけど5つメダルかけるとなんか首とか凝っちゃうんですか。そうですね、あまり首のコンディション良くないすいません、じゃあ今日は、はい、ね、贅沢な、そうですね、嬉しいですよね。なんていうか、もういつでもあの興奮と感激がもうたまらなくてですね、もう寒くてもきつくても頑張っちゃうというねコメントを ね、 ね、残されましたけど、印象的でしたけど、あの大回転で金メダル決めた時のあの瞬間の気持ち教えてください。なんですかね、金メダルを取ったっていうことが信じられなかったですね。一番はそろそろ実感はじわじわ来てますか。まだ、なんかこう歪み心地というか、こう本当に取れたんだなっていう、なんかずっと手元にあって見てはいるんですけど、あ、本当にあるんだな、これ誰が取ったんだってたまに感じる時があります。ただもう次に目標は受けてるんじゃないでしょうか。そうですね、もう、まあ、4年後に向けてスタートはし始めているので、まあ、4年後はこれ以上にたくさんの一番いい色のメダルを持って帰ってこれるように頑張りたいと思います。はい、すごく実感出されるでしょうか。もちろん自分との、ね、戦いで頑張られてますから ね、はい、ぜひ頑張ってください。さあ続いては新田選手、クロスカントリースキーの2種目で金と銀メダルを、ね、獲得されましたけれども、はい、競技中というのはどんなことを考えながらレースを、まずやっぱり自分が今までやってきたことを出し切るということにやっぱり注力を置かないといけないなというふうに思って滑っていました。どうやったら出し切れるんですかね。やっぱり、自分が今までどれだけ支えられてこの競技を行えたかということを考えると、まあ、自分が今までこう支えてもらってるって思ってない人も実は応援してくれてるなというふうに思うと、もう感謝しかないなというふうに思っています。いやー、大斗君と健斗君、はい、力も相当なものだったじゃないですか。あの、そこにいるんですけど、あ、今日いらっしゃってますか、はい、どうですか。僕が本当に金メダルを取ったかなって本当にクエスチョンが並んでたけど嬉しかったですね。すごいかったですよね、はい、ただ次は次は東京2020。ああ、そうですよ、お願いします。いやー、すごい、皆さん拍手も期待しましょうね。これがね、はい、この種目かはまだ決めてないです、まあ、はい、もうちょっと考えて、決定次第、まあ、もちろん SNS とかそういうのって、流そうと思うので、おまた楽しみにしてください。楽しみですね。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもね、ご存知かと思いますが、ピョンチャンパラリンピックのメダル獲得数は前回のソチ大会を上回りまして10個なんですよね。ですからこの勢いっていうのはやっぱり東京2020に、ね、いやー、もちろんですよ、つなげていきましょう、はい、いきましょう、はい。